はい、トピーチュー、まっちゃんでーす。どうも。ただいま、私はどこにいるでしょう。じゃ。まさかの、ハワイではありません。屋久島にいます。これからですね、ちょっとマイナスイオンを求めに、屋久杉っていう、屋久島にある杉ですね、触れに、ちょっとトレッキングに行ってこようかなと思ってます。今日は、奈良市。軽い感じのトレッキングで、明日は朝4時ぐらいに起きて5時からもう縄文杉を目指して往復10時間のトレッキング。往復10時間とか歩いたこと、人生で歩いたことある？ないよね。今日からまあ数日間屋久島にちょっと滞在しようと思ってますんでね、屋久島レポートしようと思ったんですけど、あのね、屋久島はもう本当にね、杉しかね、まあ、夏来ればね、海とかもあるんでしょう、まあ、まだまだ入れるっていうんで、海にタイマイングで入りますけど、基本的にはやっぱね、もうトレッキングなんですよ、屋久島の魅力は。秋なのにめっちゃ暑いです。30度まではないけど、でも夏っぽい感じですね、湿度も高いし。隣は種子島ですから、一応鹿児島県ですけども、沖縄っぽい感じの気候ですかね。ということで今日はちょっと屋久杉ランドっていうところに行くのかな、ちょっといいもの撮れたら撮ってこようかなと思ってます。それじゃあ行きます。よっこい。じゃーん、トレッキングシューズも履きまして、屋久杉ランドっていうところに来ました。ちょっとこう整備されたトレッキングができるところですね。一応なんか一番強いので2000年ぐらいの弥生杉っていうみたいですけどね、その杉のまでは行けるということで、こういう感じでございますね。ちょっとこれからトレッキングハイキングしてみたいと思いますんで、行ってみよう。すごいよ、もうこの湿度がすごい。これは完全もののけの森だね。我の名はアシタカ。水の国からやってきた。さてポイントを目指しましょう。先へ。はい。じゃん。生態系保護地域。てきめきのこれ茎っていうもの、すごいことになってるね。これ一本かね、木。いや、なんか順番になってるらしくて、木の順番があるらしくて、一番下にいるのがおじいちゃん、その上がお父さん、その上が子供みたいな感じで、どんどん上に子供が出てくる。それ三大杉ってやつじゃないの、切った後に。これまた別なの。別なの。すごいよ、これはししがみが出てくるよ。まだこれ入り口でございますんで。すごっ。切ったんだね、これもね。切ったとこから生えてきてる。すごいわ。宮崎駿が物のけ姫のところのテーマにするのようわかるわ。千年杉だそうです。これを上にギューンと、ギューンと。わかるかな、このずぶといの。横幅で2メーターぐらいあるからね、これ。おっ、コトヌシさん、いますか。なんで。コトヌシいないって言ってたよ。この辺も多分そのくらいだからね、樹齢700、800年ぐらい。1000年前って言ったら、平安時代。すごいね。なんつうんだろう、この全体の湿気。結構標高高いんだけどね。南の島とは思えない。やっぱ水が豊富なんだな。太平洋のアルプスだから言われてるぐらい標高が高くて、常に雨が降ってるから。昔の日本各地もこんな感じだったのかな。原生林が生えてて、やっぱり日本は自然が豊かですな。本当に国土の 70% はやっぱり森林だっていう風になってるからね。頑張ってこれを維持して温暖化に対して貢献しないと。わー、水がめっちゃ綺麗だな。今現在ここ釣り橋を渡って右にトレッキングしようと思います。じゃんと平成9年。
暑い量だな。だいぶ険しくなってきたよ。よいしょ。うわ、めっちゃ崩れてるな。もう倒木がね、すごいんですよ。よいしょ。やばいことになっちゃってるところどうしますか。これこっちの方にコース今分かれてるんですけど、14番でこっち、これちょっとこれもうもはや道じゃないよこれ。いや本当にえぐいえぐい。ここはこれは傾斜角度がだいぶえぐいよ。降りてる。一番きついところを越えまして、やっと取れるようになったんで、なんすかこれすげえな。中も空洞だよ空洞。仏様がいそうだねここ。でそのとこからまた木が生えてるの、ビヨーンってわかるこれ。ビヨーンってで切り株の上にさらに新しい木が生え、ぐにょーんってなって、またそれが倒れたり枯れたりして、でさらにその上に木が生えるという仕組みになってるそうです。これが何百年も繰り返されて森を形成されると。山火事や土砂崩れ、台風も一部の世代交代のサイクルになってると。まあ自然のサイクルになってるってことだよね。ほらこれがそうよ。これ切られてるんだよ。これ切れてるんだけど、ここから生えてきてるんだよ。東石神の森、まあ本ちゃんはここじゃないけどね。でももう一つのこの島が生態系を作ってるから。昨日は車で島を一周したんだが、鹿だの猿だのごちゃごちゃいましたよ。はい、こんにちは。どうも、調子の方はどうですか。元気ですか。本当動物が近くにいる。よし、ここは頂点っぽいぞ。この辺とかでも数百年くらいですね。直径1メーター。だって俺の手がこのサイズなんだから、これで20センチだから、すごいね。こうやって何百年も何千人も何万人も人の受け入れを見てきたんですね、君たちは。まあもう完全に今保護林になってるから切ることはないんだけど、昔はやっぱ林業が盛んで、屋久杉っていうともうすごい高く売れてバブってたみたいよ、一時期。でも、嫌な虫がいないの、この森。あ、ブラーンとかでブヨとか、小さそうもん。T シャツなんだけど、刺されてない。痒くない。蚊がいないんだよね。蚊がいないってどういうことなんだ。水が綺麗だからか。ボウフラが湧かないってこと。はい、ちょうど、こんにちは。竹之内あゆみさん、7歳。推薦です。名前を付けました。ヒゲチョウロ。すごいね。こいつも、えぐいぐらい、えぐいね。これ何年ぐらい経ってんだろう、樹齢。なんか、キノコ生えてる。じゃーん、キノコ。いや、だからなんだって話なんですけど。ああ、これはね、気軽な気持ちで集まったらいけませんよ。結構ハードですよ。はい、だいぶ歩きまして、もうちょっとないんですけど、はい、ブータ水系。いや、直径、どのくらいだろう。横幅4メーターぐらい、胴回り10メーターぐらい ?8 メーター。はい、ゴール。お疲れです。スギランド。とて舐めてはいけない屋久島、150分コース、2時間半の道を行ったんですけど、もう山登りアップダウン、もうほんとマジトレッキングっすね。まあでもすごいいいっすよ。本州じゃ見れないようなすごい光景でしたね。ただ明日の10時間は耐えられないかもしれない。今日夜はね、ジビエを食いたいと思ってますね。鹿が食べられるみたいなんで、ちょっと精をつけてから明日行こうかなと。屋久杉ランドマジで結構大変でした。明日トレッキング本ちゃんです。頑張ってみようと思ってます。さあ、縄文杉に会えるかなということで、またねー。